ニトロニウムイオンの2の構造と結合ニトロニウムイオンの空間重点モデルニトロニウムイオンは化学式の鬼で表される不安定な非イオンである。ニトロイルイオンとも呼ばれる。二酸化窒素分子から電子を一向除去することによって、もしくは硝酸をプロトン化することによって生じる。通常は安定に存在しないが、他の物質をニトロ化する旧電子剤として使用される。 硫酸と硝酸を混合すると平行において生じる。合酸化二窒素は固体状態でニトロニウムイオンと硝酸イオンの体の形で存在する。しかし、合酸化二窒素の液体や気体中には存在しない。吸覚力の低いゲイオンと結合したエ塩素酸ニトロイルなどは単離できるが非常に反応性が高い。ニトロニウムイオンは二酸化炭素と等電子構造であり、 ONO 結合核は180度である。フッカニトロイルや塩化ニトロイルなどは、沸点が低いことや、NX 結合が短いことが示す通り、ニトロニウムジオではなく共有結合性の化合物で、ある。テトラフルオロホー酸ニトロイルは安定な個体で、主役として販売されており、有機合成において、ニトロ化剤として用いられる。ニトロニウムイオンに一個電子を追加すると、 中性のラジカルの二酸化窒素となる。関連する影ンは小酸イオンのウニである。ありがとうございます。